クリス・ギュフロイは東ドイツに住んでいた人物である。1989年2月6日のシニアに友人と共にベルリンの壁を越えようとして発見され、国境警備兵に射撃された。友人は負傷し、ギュフロイは死亡した。ベルリンの壁脱出失敗による最後の殺人被害者であり、ベルリンの壁が崩壊するわずか9ヶ月前に起きた事件であった。 トレプトー地区の射殺現場には、ギュフロイのための慰霊碑が存在している。東ドイツ北部のパーゼバルク出身。5歳の時、母と共に東ベルリンに転居し、そこで成長した。ギュフロイは、運動神経が良く、選抜されて、ヨハニスタールにあるスポーツ学校に通っていた。幼い頃の夢は、世界的な体操選手になることであったという。当時の東ドイツでは、 スポーツの振興は国威発揚のために重要視されていて、スポーツ学校に通うことはスポーツエリートとしての進路を選ぶことが可能であることを意味した。ギュフロイは1985年に学業を終えたが、その後1987年までウェイターとしての職業訓練を受けることになった。ギュフロイがスポーツエリートへの道を閉ざされた理由は、スポーツ学校卒業後に、 国家人民軍の将校になることを要請されていたのに、それを拒否したため、高等教育へ進めなかったからであった。ギュフロイが、ウェーターとしての職業訓練を受けた場所は、ベルリンシェーネフェルト国際空港のホテルであった。彼は、職業訓練中に、様々な腐敗を目撃し、現状への不満と、西側諸国への憧れを募らせていった。その不満によって、ギュフロイは、 職業訓練中に上司とトラブルを起こしていた。彼は、親しい友人に DDR ではいつも貢献を受け、自分で物事を決められないと内心の不満を明かしていた。ギュフロイの友人中に西側への脱出に成功した者がいた。そのため、彼の心中にある自由への思いは日ごとに増していき、西側でレストランを開きたいと考えるようになった。 1980年代には西側への出国申請が許可される事例が増えつつあったが、その可能性は低く、しかも申請したことでの差別や嫌がらせを受任せねばならなかった。そのため、ギュフロイは一度も出国申請をすることはなかった。ギュフロイは徴兵を受けて、1988年の秋に国家人民軍に所属することが決められていた。ただし、 その時期は1989年5月まで延期されていた。ギュフロイの母カリンによると彼は軍隊行きを嫌がっていたという。ギュフロイが東ドイツ脱出を決めたのは駐輪原で国境警備兵として勤務している友人から国境での発砲命令が執行しているという情報を聞いたことが契機であった。さらに2月の上旬には スウェーデンの総理大臣が東ドイツを訪問する予定があったため、その期間中はより安全であろうと思われた。結果的にこれらの情報は誤りであり、実際に国境での発砲命令が撤廃されたのは同年4月3日になってからであった。その誤りがギュフロイの命を奪うことになった。ギュフロイは職業訓練中に友人となったクリスティアン・ガウディアンと共に、 1989年2月5日の夜間に東ドイツ脱出を決行した。二人は夜9時に住居を離れ、トレプトー地区の家庭農園付近から歩服前進しながら東側と西側の境界までおよそ3時間を費やして進んだ。二人は東ベルリンのトレプトー地区から西ベルリンのノイケルン地区へブリッツアーウンガ沿いに脱出することを計画していた。 近藤純蔵はその著書、東ドイツの実像独裁と抵抗で、この地点が選ばれたのは、運河の幅が10メートルに満たないからだったであろうと指摘し、また監視塔から無距離があり、塔の上から発見されにくいと思われたのも一因だったと推測されると記述している。二人は内側の壁を乗り越え、11時39分に、外側の壁の手前5メートルにある金網の柵まで、 たどり着いた。しかし警報が鳴り響き、国境警備兵たちはこれに、すぐさま反応した。付近に警備兵が4人いて、そのうち2人が、ギュフロイとガウディアンに向けて発砲した。ギュフロイとガウディアンは、柵沿いに走り出した。ギュフロイは、ガウディアンに肩を貸して、最後の柵を越えさせようと試みた。警備兵4人が発砲し、 ガウディアンは右足を撃たれ、ギュフロイは3発被弾してそのうち1発が胸を撃ち抜いた。ギュフロイを撃って致命傷を与えたのはインゴ・ハインリヒという名の警備兵であった。ハインリヒの本業は電気工で長兵によって国境警備の任務についていた。ハインリヒの射撃は40メートルもない至近距離からのものであり、実際には処刑に等しかったという。 しかも彼は上半身を狙い撃ちにし、命中しやすいように膝をついて射撃していた。ガウリアンは当時の状況について、長所の中で次のように語っている。銃弾が鉄柵に当たって火花を散らしました。射撃が止まないので私はクリスの肩から飛び降りました。そうすればもう撃たれないだろうと思ったからです。ところが兵士たちは射撃を続け、 クリスは腹に銃弾を受けました。私は右足を撃たれました。クリスは崩れ落ち、話もできない状態でした。熊谷、ピアニッシも119から122、ガウリアンは東ベルリン側の地面に転落したが、一命を取り留めた。警備兵4人はギュフロイト・ガウリアンを豚台野郎とののしった上に、動いたら引き金を引くぞと脅しつけた。警備兵のうち1人は、 絶命しかけているギュフロイの体を仲間の警備兵が制止するまで調べ上げていた。ガウリアンは意識を失う前、とっさに身分証明書を柵の向こう側に投げ入れ、このために事件の発生と犠牲者の使命が西側にも知られることになった。当時、銃声を聞きつけて西ベルリン側から状況を目撃していた住民がいたため、2月7日付で西ドイツ側のマスメディアは、 その証言に基づいて事件を一斉に報道していた。ギュフロイとガウディアンは警備兵によってトラバントに乗せられ、警備隊の本部まで連行された。ここで警備隊の医師がギュフロイを検視し、0時15分にその死亡を確認した。ガウディアンは傷の応急手当てを受けた後にシュタージによって取り調べを受けた。脱出計画について一切語ろうとしないガウディアンに対して、 シュタージ側は自供しなければ、怪我の治療をしないと脅迫に及び、しかも殴ったり蹴ったりしたという。ガウディアンは3週間後に、不法へ興味水の罪名で3年の自由刑の判決を受けた。彼が自由の身となったのは、同年10月17日のことで、自由外の形で西ドイツ側に引き渡された。それは、ライプツヒで始まった月曜デモの各地への波及と、 長年東ドイツで権力者の座にあったエーリヒヒホーネッカーの失脚による混乱の最中であった。クリス・ギュフロイの母妃、2014年4月26日、撮影。事件発生当日、ギュフロイの母カリンは夜11時分過ぎに自宅の居間で銃声を聞いていたが、それが息子の命を奪ったものであることには思い至らなかった。カリンは ベルリンの壁にほど近いトレプトーチックの銃刀スとアレイに住んでいたので警備兵の発砲には慣れていたためであった。さらにギュフロイは周囲にはプラハに旅行に行くと告げていた。ギュフロイは親元を独立して一人暮らしをしていたのでカリンがその死を知らされたのは二日後のことであった。その日カリンの元に制服姿の男が訪れて警察署への同行を命じた。 警察署で、カリンは1時間半にわたって、息子についての尋問を受けたが、この時点ではまだその死について知らなかった。尋問が終わりに近づいた頃、カリンは、息子が軍事施設への襲撃によって死亡したことを告げられた。その知らせを聞いたカリンは衝撃を受けて、崩れ落ちそうになったが、何とか持ちこたえた。二月十一日、西ベルリンの新聞、ベルリン新聞は、 ギュフロイの死亡広告を掲載した。この広告には死亡の場所や状況などについての言及はなかったが、2月23日にギュフロイをバウム州レンベーダー墓地に埋葬することが載せられていた。ギュフロイの埋葬式当日は100人以上の市民が参列死、しかも墓地の周辺立ち入り禁止の措置を取っていたにもかかわらず、西ドイツのメディアが取材に訪れた。しかも同じ時刻に、 襲撃現場と運河を挟んで、反対側の西ベルリンの地点に、ギフロイ追悼の十字架が設置されていた。ベルリン新聞への死亡広告掲載について、シュタージの最高責任者、エーリッヒ・ミー・ルケは、ホーネッカー宛ての書簡で、シュタージがそれを阻止しようとしたが失敗したと記述していた。カリンは身内をはじめ友人や職場の同僚など、周囲の人々に2月5日の夜、 息子たちに起こった事態について話し、その死が銃撃による殺人であることが公然のものとなっていた。ベルリンの壁での殺人について、西側諸国は強く非難し、東ドイツの国際的な立場は悪化した。当時経済の慢性的な停滞状況に陥っていたため、西側諸国からの借款に依存していた東ドイツにとって、この事件は大きな打撃となった。 1989年4月3日、ホーネッカーの了解により、国境での発砲命令が撤廃され、発砲が許されるのは、緊急避難の場合に限定された。ホーネッカーは、東ドイツの国際的な立場の失墜を恐れ、さらに西側諸国からの資金供与が必要だったため、発砲命令の撤廃に踏み切った。エドガー・ボルフルムはその著書、ベルリンの壁ドイツ分断の歴史で、 国境警備隊に対する新たな指令書について以下のように記述した。現下の政治情勢の下では銃器を使うよりも人間が一人消えてもらう方が良いベルリンの壁における最後の発砲は1989年4月8日のことであった。この日、二人の若者が女性通り検問所から西側への亡命を試みた。国境警備兵は警告の射撃を行い、 この二人は亡命を断念している。ベルリンの壁崩壊後の1991年6月、統一ドイツの司法当局は、キュフロイの死に関与した国境警備兵4名を殺人罪で起訴した。カリンはこの裁判において共同起訴人となり、告発に加わった。同年9月に裁判が始まった。起訴されたのは、インゴ・ハインリヒ・アンドレアス・キューン・バスと、 マイク・シュミット、ペーター・ミヒャイル・シュメットで、いずれも、職業軍人ではなく、徴兵によって軍務についていたものであった。被告席に立った彼らは怯えきっていて、誰とも視線を合わさず、何度も涙を流していた。ギュフロインの死に関与した、国境警備兵4名は、事件前は、お互いに、知り合いではなく、事件が発生した後は、チりじりに転属させられた。それと同時に、 彼ら4名が事件発生時に任務についていたことなど、ギフロイ射殺の証拠となるものはことごとく破棄されることとなった。兵士の人事異動や転属は頻繁に実施されていたが、これは国境警備兵の逃亡を防ぐための防止策でもあった。この4名は銃撃の後、ギフロイの生死について知らされずにいた。逃亡未遂の二人は、 執行猶予付き禁錮2年の判決が下った。残る2名は無罪とされたが、シュミットは撃ってと言っただけで実際に射撃を行わなかったと認定され、シュメットは足を狙って射撃したため殺意はなかったとされたのがその理由であった。この判決は上訴され、1993年3月に上訴に対する判決が下った。ハインリヒについては、量刑不当として、 ベルリン地裁に差し戻されたが、キューンバストは殺意がないとして、無罪、シュメットの無罪は維持、シュミットについては殺意の有無を再確認するということで差し戻された。1994年3月、4名に対する連邦裁判所の判決が下り、裁判はここで終結した。ハインリヒは禁庫刑ではなく2年の保護観察処分となり、シュミットは 無罪判決を受けたため、ギフロイ殺害の罪で有罪とされたのは一名のみという結果になった。ホーネッカーに対するベルリンの壁裁判は1992年11月に開始されたが、肝臓癌の悪化のために後半維持が困難になった。1993年1月に後半は中止され、ホーネッカーは妻と娘がいるチリへの出国を許可された。 ホーネッカーはその地で隠しし、ベルリンの壁で起きた一連の事件への責任を問われることはなかった。これはカリンにとって耐え難いことであり、ホーネッカーが裁きを受けなかったことに失望していたという。ギュフロイ殺害について唯一有罪となったハインリヒは、後にイギリスのテレビドキュメンタリー番組に出演した。彼はその時に何が起こったかを語り、 東ドイツの法律に則っ,った行動のために被告人になるとは当時思いもよらないことだったと言った。インタビュアーがハインリヒに歴史の罠にはまったような気がしているかと質問したところ彼は以下のように答えている。幼稚園の頃から何をなすべきかを教えられた。幼稚園の頃から西側に対する非難を聞かされ、それは学校へ通うようになっても軍隊に入っても 同じだった。そのうちに、西側のやり方は常に正しくないと思うようになった。東側の社会主義、もっと正確に言えば共産主義こそ未来なのだ、と、ヒルトン、ピアニッシも、332から335、国会議事堂近くのクリスギフロイの十字架、背後には部分的に破壊された、ベルリンの壁が見える。百八十九年から九百九十年冬の、 撮影。カリンは、ドイツ統一後に、息子が殺害された現場に十字架を立てた。この十字架は何度も傷つけられ、1994年には、盗難被害まで受けていた。現場には、ベルリンの芸術家、カール・ビーダーマンの設計で2003年6月21日に、慰霊碑が建てられた。その日は、ギフロイが生きていたなら35歳の誕生日にあたる、日でもあった。 2010年8月13日にはトレプトー地区とノイケルン地区の間の通りがクリス・ギュフロイ通りと解明された。国会議事堂のほど近くにベルリンの壁を越えようとして死亡した人々を追悼する白い十字架が存在する。この十字架は1961年8月24日に殺害されたギュンター・リト・ヒンをはじめとした多くの人々のものがあり、 ギフロイの十字架もその中に加わっている。それぞれの十字架は、シュプレー川沿いの鉄柵に貼り付けられた金網に取り付けられていて、名前と死亡日などが記されている。元 NHK 記者で、フリージャーナリストの熊谷徹は、ドイツ統一後に、ベルリンに住むカリンを訪ねた。インタビューに応じたカリンは、息子の死について、無念そうな表情を見せていたという。 ベルリンの壁での殺害によらない最後の自故死者は、1989年3月3日のビンフリート・フロイデンベルクという男性である。彼は自作の気球を使って、東ベルリン脱出を試みたが、西ベルリンのチェーレンドルフ地区まで差し掛かったところで、気球が墜落して死亡した。なお、同年4月16日には、身元不明の18歳前後と思われる少年が、溺死している。 東ドイツの実像独裁と抵抗では、キュフロイトガウディアンは持参の携帯用はしごを使って、策を超えようと試みた胸の記述がある。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d a a f a g i a j a k r a m a o a p a q r a, a, q, r, a, a z a, a u avo, wax, i, ア s b bbb, cbd, bb, fb, gb, h, y, bj, bk, bl, bm, bn, bop, b, クレル b, r, bs, b, t, 部、b, v, w, b, x, y, コンドーピアニッシモ ,77 から85、ab, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, マガイ、ピアニッシモ ,119 から1二2 2 ab, c, d, e, f, ヒルトン、 ピアニッシモ、155から156、熊谷、観光コースでないベルリン120ページ、ABCDE、クリス・ゲフロイ、ベルリン・ウォール・メモリアル、2015年2月12日、閲覧。ABCDEFGHIJKL、ボルフルム、ピアニッシモ、119から120、ABCDEFGHIJKLMN、OPQRS コンドーピアニッシモ、 八十九から九十五、ABC ヒルトン、ピアニッシモ、百五十八から百五十九、a b c d e f g h i j ヒルトン、ピアニッシモ。三百三十二から三百三十五、メモリアル・トゥ・クリス・ゲフロイ、ベルリン、coldwarsites。net。二千十五年二月十二日閲覧、ABC クマガイ、ピアニッシモ。 118から119。A.B. 山本、ピアニッシモ、も29から31。ヒルトン、ピアニッシ二も258から259。ありがとうございます。